六甲山では今日、夏の観光シーズンの訪れを告げる祭りが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。この六甲山グルーム祭夏山開きは、六甲山の礎を築いたアーサー・ヘスケス・グルームの業績を称えるとともに、夏山シーズンの安全を祈願するため毎年開催されているものです。会場となった山上の六甲山記念碑台では関係者が参加して鏡開きなどの式典が行われお酒が振る舞われました。また今日は神戸の南京町で人気の豚まんや淡路島の鶏肉を使った唐揚げなど飲食店のブースも並び、訪れた人たちが山の上での食事を堪能していました。まあ身近で、便利ですね。ちょっと歩いてすぐ登山口になるからね。小鳥のさえずりですね。で路地ちょっと裏へ入れば小川がせせらぎというんですか、いい音がしてて、町では経験できないような。六甲山はこれから夏に向けて登山やハイキングを楽しむ人たちでさらににぎわいを見せます。